赤文字赤崎瀬尾赤バシバシバシ TV お願いしますお願いしますさあ、そういうことでたくましショップホルモンスーさんというね、2つの名を持つ、東京都多摩市のお店なんですけれども、なんとこちら二郎系専門の宅配サービスということで、サービス追っ始められたんですね。5月に始まったんです。で、スズデルという商品をですね、売ってるんですけども、あのメンデルさんとのコラボ品から始まったということで、ホルモンスーツとメンデルさんでスズデルらしいですね。面白い。というわけで準備をしていくこういったものが入っております。スープとひき肉、麺が入っているんですね。で、イラストよ。ネットであるね。湯煎もしつつ、もやし、そしてキャベツを入れていく。で、今回ちょっとね茹でてるんですけども、味の素とお塩で味付けをしております。塩少なかったな。使い切りで最後のやついっちゃいましたけど。で、なんか麺こんな感じでね。おお、すごい。入っておりますね。こちらも茹でて、大体1分から2分くらい茹でたらいいということですね。結構早い。で、これスープをね、僕思ったんですよ。これ一緒に入っちゃってるんで、これちょっと分離させるものをやった方が後ほどすごく盛り付けやすいということで分離しておりますね。自己流という自己流で、そして麺をね、ちょっと湯切りをしていきますが、しっかりとね、しっかりと湯切りをして。そしてこれで1人前なんでね、1人前しか今回は購入しておりません。よーくひたっとそしてですね、野菜なんですけども、もやしとキャベツ、大体1分から2分で茹でてねということはね、最近分かってきたけども、お店からこうしてね言っていただけるのは嬉しい。野菜のそうどんぐらいなんだろうなっていうのは結構分かんないもんだからね、君はね。で、肉味噌を持っていってスタミナ引き抜くということですね。正式名称から着丼です。こちらですね、一応今回ひき肉セットの方買ってるんですが、単品の方ももちろんございます。そしてね、ひき肉はラストにこう入れていくのがおすすめということだったんですけど、私は入れております。入れちゃった開封してね、盛り付ける段階でこうすごく豚の香りが漂って、そこがなんか食欲をね刺激するんじゃないかな。豚がなんと4枚も入ってね、湯煎した時ちょっと熱いのをお気をつけくださいというね。なんと真面目なこと言っちゃいましたけども、前半ずっと真面目ですね。ずっと真面目に来てますね。豚ね、煮崩れしてないバランスがいいタイプでね、腕肉なんだけどホロホロ感もありギュッチ感もあるという、この7対3でね赤身と脂が入っているという、バランス型なんですね。グッドサイン出ました。さあ、そしてスープ平均的辛めねなんですけども、アミノ酸もいっぱい入ってるということで、下からズキュンとくるんですね、旨味が。味の素ね入れてましたし、味の素も旨味だらけになりますね。さあ、そしてこれ美味しいですね。一番上ね、そうですね、プルルン度合いもいい油に出会った。プルルン滞在期ね、プルルンですね。野菜の茹で時間は 1,2 分ね。先ほども言いましたがね、やっぱり宅麺やって自分でやるときにね、茹ですぎちゃうと失敗するんで、やっぱちょうどよかった。ちょうどよかったですね。これがスタミナひき肉ね。ピリ辛で味変効果高いんでね、スープにあんまり触れないように盛った方がいいです。さあ、そして麺をねいってみましょうか。これねツヤツヤなんですね。 DHC 使ってんじゃないかぐらいの麺に対してプリプリだし、ツヤツヤだし。そうなんですよ。アンチエイジングしてる麺かもしれないぐらいの美肌ラーメンね。美肌ラーメンです。それ食べてくるこれ食べちゃうね。ゆで前 242g ということで、太さもやや細め、食べやす麺でございますね。食べやす麺ね。ただこれはですね、ちょっとウェーブかかってて北方ラーメンのようなですね、食感が味わえたんですね。ちょっとこうピロピロっとしたように近いような、手打ち感があるようなというか、そしてまたニンニクは今回も千葉県産を利用しています。前回も実は千葉県産を利用しています。青森産じゃないんですね。青森産もあるんだけど千葉産ですね。こちらはね、千葉の方が辛みが強い。青森はやっぱね香りが強いと思う。その地域差とかで個体差とかじゃなくて、あ、もうこれは千葉県産にします。千葉県産は髪が強いということで、そういうもんなんですね、ニンニクって。いや、まあちょっと個人的にはですね、そう思いました。さあ、そして後半スタミナスープがね出来上がってくるんで、なんだとなんだと、そう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 、ひき肉のこうモサモサした食感もちょっと美味しいんですね。うん。さあ、そしてね、黒胡椒を入れていくんですが、ちょっと担々麺っぽくなってきたわけです。なるほど、あ、なるほど、そうそうそう。なのでこうパンチを入れていくとうまい。だから白胡椒よりも僕は黒でね、一気にジャブをかけていくね、これもいいと思いますよ。うん。まあ、ひき肉がついてない単品もあるんですけども、美味しくなるんで、僕はセットの方買った方がこれおすすめだと思います。うん。ひき肉ね、いや、始まったばっかりのサービスなんでね、どのようになっていくかまだ分かりませんけども、とりあえず試してみた結果はもう完飲ということで、完飲です。あれ、ザキさん今日おとなしい。あ、そうですか。このタイミングで僕のことも聞かれて思わなかったんで、確かになんか総括的なことを言われると思ったんですけど、急にザキさんのおとなしさがちょっと、あ、そうですか、際立ってしまった。いや、美味しそうだったね、見入ってしまってましたね。あ、よかった。それはね、焼肉屋だから肉がどうだったのか気になりますけどね。あ、そうだね。やっぱりまあでもホルモンスーツさんのことをちょっとまだ知らないので、やっぱりこっから気になってくる。まだお互いのこと知らないから、お互いそう。ひとまず僕は試してみて皆さんにもお届けしたかったということで。なるほどね。一方のメンデルさんにも僕はまだこれ実は動画にも上げてないんですよね。あ、そうなの。明大前のメンデルさん行ってたんだけど、どうやら閉店しちゃったみたいで、撮影前になくなってしまったんですよね。一緒に行ったんだ。はい、行きましたが、なぜか撮ってなかったんですね。あ、そうなんですね。なので田園調布店もあるし、そっちも行ってみたいし、もちろんホルモンスーツさんにも焼肉食べに行きたいということで、多摩なんでね、これだけにぜひとも行きたいと思います。そうだね、行きたいですね。大変なるごち